はいどうも、アナハチャンネルのアート、ハマちゃんです。ということで今回ですね、私たちジムに通ってもう約1年が経ったんで、今回はぽっちゃりカップルがジムに1年間通って変わったことをお話ししていこうと思います。1年前の写真ちょきちょまあ今でも本当に全然痩せとるとはまあ言えないんですけど、まあでも1年前に比べたらだいぶ変わったんじゃないかなっていうふうに思います。ゆうたさんはすごいビフォーアフターで分かると思うんですけど、1年間でマイナス12キロ痩せたことについて詳しく話している動画も上げてるので、よかったらそちらも見てみてください。はい、それでは早速やっていきましょう。あ、レッツラゴー。じゃあまず、まあ、どれぐらいジムにどんな感じで通ってたかっていうのを、まあ、ざっくりお話ししていこうと思います。で、去年の2月ぐらいからとあるところのジムに入会してジムに通うようになりました。結構週によってばらつきあるんですけども、だいたい週2から週3はジムに行くようになりました。多い時は週6ぐらい取ったりましたね。追い込んだ週もあれば、ゆるく週2ぐらいでやった週もあるし、いろいろだったよね。特にゆうたさんは毎週そう続けてて、私は体調とか気分に合わせてついていく、今日は家にいるみたいな感じでゆるくやってました。私は、じゃあ今日俺1回も開けても1週間開けたことないよな。ゆうたさんはないね。ないよね、どう考えたらすごいね。頑張ったな、なんか自分で言うのもなんだけどっていうか。じゃあ、ここからは僕の個人的になったこととハムちゃんの個人的に変わったことっていうのを一個一個交代でご紹介していこうと思います。じゃあまず1個目、自分に自信が持てるようになったということです。まあ、これは結構なんかあるあるっちゃあるあるなんですけども、ジムに通い出す前っていうのがもう僕の人生のピークぐらいで太ってて、鏡を見るたびにまあ、ちょっと自分が本当情けないなみたいな、なんか2年前はこんなに痩せとったらなみたいな感じで本当情けない気持ちになったりだとか、椅子に座る時ってお腹がすごいポヨンってなってさ、すごいそれがなんかどっかのお店とか行ってもなんか恥ずかしくて見られるんじゃないかみたいな、頑張ってなんかお腹をこうやってこうやってこうやって縮めてなんか頑張ってなんかこうやって周りを気にしたりだとか、そこまでじゃなかったんだけど、まあその結構俺顔がすごい太っとったけ、なんか人と直でこうやって目を見て話すのがちょっとなんか極力避けたいみたいな、自分の太っとるっていうことにコンプレックスでっていうのはっていう感じだったんよね。でもそれが今じゃあ自分が顔がいいかとかそういう問題じゃなくて、まあ自分がなんか割と普通の体型になってきた時に、それがなんかやっぱ180度変わったんよね。なんか鏡を見るのは日に日に進化していって、どちらかというと楽しくなったし、椅子に座る時も別にこうやって姿勢はなんか良くなったんだけども、無理にお腹を引っ込ますっていうこともなくなったし、でなんなら人と話す時もそういうのを気にせず普通に話せるようになった。でこれってつまりどういうことなのかなって考えた時に、あ、これ自分のありのままの姿で生活できてるというか生きれてるなっていう感じだったりね。それってでもまあ自分にちょっと自信がついたけそうやってなれたっていうのもあるんだけども、まあそうやって自信がついてありのままで生きれるようになって、今まで感じ取った無駄なストレス、自分を偽ることによっての無駄なストレスとかっていうのを感じなくなったりして、毎日ただのこういった一日でも充実感が違うというか、前と比べてアップしたっていうのが自信が持てるようになってすごい良かったって思ったことが一つです。じゃあ私が個人的に大きく変わったなって思うことの1個目は、まあでも私はさっきも言ったんですけど、そんながっつり毎週絶対週3でジムで鍛え上げるみたいなのもなくてなんかジムに行ってもちょっとあの自転車ガーって漕いだりとか、まあ、気が向いたらこう筋トレちょっとやったりとかぐらいだから、そんなにあんまり変わってなくて、体重もねそんなに変わってなくて。あ、そうなの。意外。3、4キロぐらい、4キロぐらいかな。だから今も別に痩せてるわけじゃないんだけど、その中でもやっぱりジムに1年間通って少し体重が減って、減った中で変わったことが私もありました。その一つ目が健康体になったこと。ジムに通う前はもう運動嫌いだから全くしてなくて、でこの YouTube っていう仕事をしだしてから特に外にも出なくなったし、だから本当に一日何歩歩いたかなみたいなレベルだったんですけど、だからなんか月に1回は風邪ひいてたんよ。ああ、
あったね。結構な、しかも高熱出したりして、ね、9度出たりして体調崩すことが多かったんですけど、うん、それ結構前からずっと悩みだったよ、うん、体調崩しやすいっていうことが、うん、あ、毎月毎月みたいな。そう、高校生の頃から割とそうだったんだけど、その前これだったね。そう、ジムに通い出して、うん、運動して食生活もしっかり食べて、うん、っていう生活習慣になってから、うん、いつの間にか風邪ひかなくなっとったり、もう今いつ風邪ひいたのか思い出せないぐらい、まあ、ちょっと風邪気味だなって思うことはあっても次の日も寝込むとか、うん、そんなになったのはこの1年間はない。確かに強くなったね。そう、免疫力がついたって思いました、うん、実はこの服の下筋肉もりもりなんやろ。まあね。あ、でもその健康体になったっていうのはすごいいいね。そう、あ、その件でもう一つが、うん、私夜が眠れない体質だったんですよ。いくら昼間とか普通に過ごしてても、うん、夜寝つけなくて、なかなか、うんうん、寝つけないプラスにゆうたさんのいびきとかあったからさ、全然寝れない時があったんだけど、ジムに通い出してから、うん、運動したらね、うん、やっぱり夜前に比べたら寝つきも良かったし、眠りの質も変わったかなって思ってる。しっかり疲れるっていうのも大事ね。大事だね、うん。じゃあ俺の2つ目が、絶対にやめられないと諦めていたタバコをやめれたということでございます。すごい。まあこれは禁煙宣言をまあ動画でご紹介して、まああれからもうずっとやめれてますっていうことをまあ何度か話したこともあるんですけど、本当になんかタバコ吸ってる頃は俺もう一生やめるんじゃろうなって、自分でも病気っても自覚あったし、まあなんかやめたいと思ってももうその次には吸っとる自分がおったけど無理じゃんみたいな。3時間ぐらい吸わんかっただけでも頭おかしくなりそうだったし、本当に諦めとったんですけども、ジムに通い出してすごいなんかハムちゃんが健康になったって言ったんですけど、健康についての考え方もすごいなんか変わったんですよ、うん、今まではまあまあまだ若いんだし、好きな時にご飯食べて、好きなものを食べて、好きなだけ食べて、好きな時にお酒飲んでっていう感じだったんですけども、体を鍛えることによって食事だとかそういったものを気にするようになったことによって、タバコがどれだけ害になるかもなんか冷静に考えることができて、タバコをしたらもったいないなと思ったしね。あとまあ俺の中で大きかったのが、実はその頃与沢翼さんが同じ頃にダイエット始めてタバコもやめたっていう、自分の尊敬してる人だけど、そう、あなたも一緒なの、その尊敬してる人が俺は絶対やめる、やめなきゃもう俺は男じゃないみたいなツイート見て、まあそういったまあいろんな要素があるんだけどね、ハムちゃんから言われとったとかそういったいろんな要素があるんですけども、まあジムに通ったっていうのもあって無事やめれました。でしかも一発でやめれました、あれから。すごいよ、本当に。ってな感じで、まあ、僕のざっくり大きなことは2つでした。私のもう1つ目は、はい、さっきゆうたさんが言ったのと同じなんですけど、うん、少しだけ自信がついた。おー、これはあくまでも少しだけです。ここは強調させてください。少しだけ。少しだけ。私本当に、根は本当にめちゃくちゃなネガティブで、もともとは本当に自分に自信がなくて、うん、写真写るのも好きじゃなくて、友達とこう、打ち亀で自撮りでこう撮るのが、まあ、最近スノーとかさ、B6 とかあって、顔変わるからこうやって撮ってたけど、たどりでこうカメラ向けられたりしたら、写りたくないからこうやって逃げたりとか、うん、なんか昔ゆうたさんと付き合いたての時に、こう撮られた写真あるんですけど、こんな感じでもうこうやって撮らないでって何回撮られても全部こう隠して、そう、絶対撮らせてくれんかったもんね。ちょうどその時に俺が一眼レフを買った日で、めちゃめちゃ写真撮りたいけど、俺はめちゃめちゃしつこいぐらい撮るよってけど、でも全部こうしてますって、絶対しつこいけどこっちもしつこいよみたいな諦めんなみたいな感じでそれくらいね、本当に自分に自信がなかった。今もそんなめっちゃポジティブになったとか見た目がめっちゃ変わったっていうわけではないんですけど、その当時に比べてなんかやっぱり4キロぐらい変わるだけで全然違うし、顔のねお肉とかもちょっとマシになったし、やっぱ筋肉量も多分つい昔よりついてるから、ね、見た目もちょっとだちょっとは変わってるって自分でも思うんやね。それがあったから今こうやって YouTube も撮れるし、写真も前よりかは好きになったしっていうことがあって、昔に比べたら少し自信がついたかなって思います。だって前さ、一人で動画を撮るっていうの最近ぼちぼちやってるけどさ、絶対無理だったよね前だったら。うちね今でもね、うん、割とねちょっと緊張するし、 あんまり一人で映るの苦手なんだけどね。でもちょっとできるようになったってことですよね。そう、できるようになった。だからこうやって YouTube 撮れることも私の中では自信がついて成長できたことかなって思います、うん、じゃあそれちょっとじゃなくてもめちゃめちゃでも変化は大きいね。変化は大きい、うん、変化は大事だね。俺は自分で言うのもなんだけど、割と昔からポジティブな人間ではあったんだけど、ジムに通ったらそれがさらに増したというか、
通えば通うほどどん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 なんかポジティブになっていくし、根拠のない自信なんだけども、何があってもなんか大丈夫よみたいな。それは力だけとかじゃなくて、例えばなんか仕事でなんか襲いかかってきた時も、うん、今なら体力あるけど何でも頑張れるわみたいな感じ。本当まあ事務代ってやっぱ毎月会費払ったんでタダじゃないんで、やっぱりお金かかるものではあると思うんですけども、ちゃんと通ったりすることによってこれだけやっぱ変化っていうのがあるんで、通うのは本当におすすめだと思います。私は今までもダイエットした時期とかもあって、うん、だけど続かないし、もうストイックにやってリバウンド、うん、ストイックにやってリバウンドみたいな繰り返しだったよ。でも私はこの1年間でめっちゃ激しいダイエットをしたわけじゃなくて、そうただ週 2,3 でちょっと軽く運動して、うん、ちょっと食べるものを気をつけたり、うん、食べ過ぎた日の次の日はちょっと抑える、それくらいで本当にストレスなしでやったんですよね。だから1年間で4キロってめっちゃ少ないと思うんですけど、ストレスなく習慣としてやれてるから、うん、そこ大きいよね。良かったなって思います。私の合ったダイエット法はこう長い目でゆっくりやるのがいいんだなって思いました、うんうん、ちょうどね今のこの時期春っていうことで、まあ、新生活が始まるということで、まあ、ぜひちょっと新しいことを始めようってことでジムとか考えてる方はぜひぜひジムに通ってみてはいかがでしょうかということで、まあ、今回は私たちなりっていう感じでだいぶ偏った意見にはなるんですけども、ジムに通って1年間で変わったことでした、また何かあればコメント欄の方でどしどしコメントの方よろしくお願いいたします。 Twitter と Instagram もやってますので、よかったらフォローよろしくお願いします。あと TikTok のアカウントもありますので、よかったら見に行ってください。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。